中国で和服を着て花見をしようとした男性らが暴行されました。現場となったのは桜で有名な中国湖北省にある武漢大学です。おととい和服を着て花見をしようとした男性2人に対し、警備員が校内への立ち入りを制止した上暴行を加えました。警備員は和服姿では校内には入れないという規則があると主張していますが、男性らは中国の唐の時代の伝統的な服を着ていただけだと話しています。中国国内では和服を禁止するのは偏狭なナショナリズムだという批判も上がっています。